当に女子12学校久しぶりに登場したんですけども、いかがでしたか。はい、ありがとうございます。私も久しぶりにちょっと緊張しましたが、まあ、この後シャオロンはですね、どうやら舞い上がるというのを最後に一言聞きました。どんなステージを披露してくれるのかね、すごい楽しみなんですが、今日もリーダーが MC でお休みということで、早速この方を呼んでみたいと思います。いきますよ、 MC ミズノ。さすがショーロンデーですね。はい、今日もいい天気でね、はい、昨日もドラゴンズ勝ちましたし、はい、多分今日も勝つでしょう。そうですね、ちょっと久しぶりにやっちゃおうかな。何をですか。今日ドラゴンズが勝つと思う人。はい、当たり前なんですけど、あ、手上がんなかったですね。ヤクルトファン、はい、まあ、それからもね、見ててほしいなと思いますが、はい、はい、いつもむさ苦しい男が立っておりますが、私は一体何者なんだろうと、はい、はい、前の方の方は結構ね、毎回見る方いらっしゃいますけども、今日初めての方ですね、なんと私はこの MC ではないんです、僕は。はい、はい、ドラゴンズの営業をやってます、はい、水野と申します。はい、よろしくお願いします。そのうち引っ込め引っ込めって言われるかもしれませんけれども、一応12時半までの間、次シャオロンのバラエティステージ、スペシャルステージがありますが、はい、その間ですね、ドラゴンズとドームのちょっとお得な情報を紹介したいなと思います。ドーム新作情報ということで、はい、お届けしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日ね、はい、本当ちょっとさっきいつもですと、はい、この時間の前にね、選手ロッカーの方行って、はい、様子見てくるんですけど、今日ちょっとバタバタして行けなかったんで、はい、なんとも言えないんですけどね、まあ、昨日試合終わった後、はい、まあ選手会場のね、ちょっと話をしてたんですが、まあ、周りから冗談くだらないダジャレなんか聞こえてきましたし、非常に明るい雰囲気で、はい、これは連勝するなという雰囲気ですので、ね、多分気温も引き下がってくるんじゃないかなと思います。はい、さあ、今日はですね、はい、今日もですね、今日もですね、クイズ形式にしてまいりました。はい、今回ずっと続くんですかね、クイズが。そうですね、やっぱりプレゼントをもらってなんぼですね。そうですよね、皆様プレゼント欲しいですよね。はい、そうですね、一緒はね、はい、普通にこう情報を流すだけだと多分こんなに人は集まらないと思います。そうですね、今日はなんとかないになってしまうので。そうですね、はい、はい、そんなことないと思うんですけれども、はい、はい、さあ、昨日は、ハンバーガーとか、はい、そうですね、UCC ベーカリーさんの方を、ね、紹介したりしたんですけども、お店の情報をお知らせしまして、はい、なんか、はい、したら後ろのね、お店の店長さんの名前なんかあるっていうね、これクイズかよみたいな、非常にくだらない、はい、西岡店長なんです、はい、今日いますか、西岡店長。あ、手振ってくれましたね。手振ってくれました。初めて本物来ました。あとね、いっぱい買ってほしいなと思いますけどもね。はい、あそこ味噌カツバーガーが有名なんですよね。はい、結構美味しいですから、昨日もホットドッグの味噌カツバーガーを紹介しましたね。はい、はい、そうですね。さあ、今日はお弁当にまた戻りたいと思います、はい、戻りたいと思います。はい、はい、じゃあ、まあ早速ね、時間もどんどん来ちゃうんで、はい、クイズやって3問やります、今日は。はい、はい、3問やって、その後ちょっとね、ドラゴンの情報をお伝えして、その後シャオロンのステージに行きますよね。はい、はい、さあ、それでは早速参りたいと思います。あ、クイズ、まずプレゼントがあります。プレゼントはですね、はいはい、今日はこのお弁当、見せちゃいましたけど、はい、このお弁当のこれ次の答えですよ。あ、はい、このお弁当の引換券とちょっとしたグッズがもらえますからね。はい、第2問目もまた第3問目もプレゼント違いますからね。はい、はい、じゃあ第1問目いきましょう。いいですか。はい、いきます。第1問、今年の新作弁当でお値段は1200円。さあ、先ほどお見せしましたね、ちょっぴり豪華なお弁当、その名も号泣一本、味の○○○○○弁当、5文字ですね。この中に入る文字は何でしょう。はい、さあ、こちらの問題はですね、先週と同じとなっております。はい、全く同じなんですけど、うん、ちょっと皆さん、後ろの方もこれ当然ね、権利ありますから手を挙げていただきたいと思うんですが、はいはい、諦めずに手を挙げてください。ちょっと一番早かったんです。問題をね、言うか終わるかどうかで一番最初に、すごい、ドアラの耳をつけてる女の子。はい、じゃあ大きい声で答えをお願いします。はい、はい、ストライク弁当いかがでしょう。はい、あれ、正解、あ、正解です。はい、正解です。とても簡単。一本味のストライク弁当という今年の新作弁当です。はい、さあ、プレゼンター、あ、プレゼンテーターを今日もご紹介したいと思います。チアドラゴンズ2008、西尾由美優ちゃんです。はい、じゃあ早速、はい、お弁当の引き換え
とします。いっぱい食べてください、はい、おめでとうございます。機会はね、今日中ということで、この後どうもいいよね、はい、ね、どうも行かないって言ったら怒るよ、はい、どうも行くよね、怒っちゃいけないね、はい、じゃあ、中でね、控えるんでね、後で控えてくださいね。はい、はい、これね、中はね、こんな感じになって何も入ってないんですけども、中華風のものも入ってますし、和食なんですけども、なぜか中華が入ってるというね、わけのわからない弁当です。新作弁当ですね。ちょっと怒られますけどね、非常に美味しい弁当で、はい、まあ、箱こんなんでお腹いっぱいになるかと思いきや、私食べたんですけど、はい、腹いっぱいになりました。まあ、その前にポテトとかいろいろ食べたんで、当然腹いっぱいになるんですけど、はい、言い過ぎですね。はい、はい、値段は1200円で、はい、はい、今日も売っております。販売してますからね、ぜひお願いいたします。はい、続いて第2問目参りましょう。いきましょうか、第2問目、水野さんお願いします。私第2問だったんですね。はい、あ、大丈夫、そこに立てて、はい、ね、後でね、自己紹介してもらいましょう、ね、そうですね、平成生まれらしいですわ。はい、はい、水野さんお願いします。じゃあ第2問、はい、実はですね、こちら、はい、いいですか。はい、そうですね、こちらの お弁当、その名もドラゴンズ弁当という、まあ、普通のごく当たり前の名前なんですけれども、こちらのお弁当の中身ですね、に関する問題ですが、まあ、半分おかずで半分ご飯になってますが、ご飯にちょっと細工がしてあります。細工じゃないですね、ちょっと変わったご飯なんです。まあ、いろいろカレーライスとかなでなでライスとかいろいろありますけれども、そのご飯の種類ですね、オレンジ色のご飯なんですけれども、そのご飯は何々ライスと言いますか。はい、何々ライス、何でしょう。はい、なおちゃん当てましょう。なおちゃん、あれでいいですか、はい、じゃあ ね、はい、あのね、ピンクの帽子かぶった女の子、はい、チキンライス、はい、はい、正解です。はい、正解です。これはまだ簡単、はい、じゃあプレゼントは、実はこのプレゼントですね、はい、お箸、お箸、お箸、はい、お箸、実はね、お弁当じゃなくて、これ結構優れものなんですよ。はい、お箸なんですけれども、はい、皆さん球場の中にこういうあのお弁当のガイドブックがあるのご存知ですか。多分あまり知られてないんですけれども、はい、こちらお弁当のラインナップでいろんなものが書いてあるんですが、はい、一番裏に弁当ファン投票っていうのがありまして、はい、そこの裏にまあ、ファン投票っていうと、お弁当で何が美味しかったかということをハガキに書いて名古屋ドームの方に送っていただきますと、抽選でなんと300名様にお箸が当たるんですよ。これが優れもののお箸で、ちょっとないかと思います、はい、こんな小さいお箸で食べれるかと思うんですが、はい、実はこうつなげて、お、画期的ですね。ポケットにポッと入りますけれども、まあ、画期的なものか分かりませんけど、はい、あの非常にあの売ってないものでドラゴンズが書いてありますし、はい、まあ、かなり優れものですから、あ、ドームに持ってきて、そうですね、ドームに持ってきてもいいですし、いいですね、まあ、あの、はい、ピクニック行くとかね、そうですね、今日なんかピクニック日和で最高なんですけどね、今日はドーム来てくださいよ。他行っちゃう、他行っちゃう。実はね、昨日ね、はい、本当は満員になる予定で、はい、まあこう、多分大丈夫だろうって言ってたんですけれども、なんと半分ぐらい、あ、半分ぐらいじゃないですよ、私の予想に反して半分ぐらいのお客さんしか来ませんでした。半分ぐらいじゃないんですけど、予想より半分のお客さんしか来ませんでした。ちょっと原因を追求したところ、どうも花見へ行ってしまってたので、はい、非常に残念な、ね、桜咲いてたらいいんですけど ね、 そうですね、ね、まあ、そしたらここにも、こちらの PR にも集まってたんですよ ね、 すね、はい、はい、まあ残念なので、来年はここに桜でも咲かせましょうかね。そうですね、はい、ちょっと見なくてもらって、はい、どなたか桜を提供して、どんどん参りましょう、はい、行きましょうか、はい、はい、さあ、もう次の問題が最後になりますね、はい、行、はい、きます。じゃじゃじゃん、このちょっと全然言っちゃいますね。はい、じゃあそちらお願いしますね、はい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 、こちらのユニフォーム弁当制限は、パッケージこそ去年から見たことがありますが、中を開いておかずとご飯を食べていくと、あるキャラクターが現れます。さて、何のキャラクターでしょう。今度は後ろに、うん、後ろの方行きますか。じゃあ、あの、どうすか、ゆみえちゃんに当てていただいたら、はい、どなたがいいですか、ね、はい、じゃあ遠くの方の元気なお客さんを当ててほしいですね、はい、さあ、皆さんアピールしてください。アピール、アピール、はい、あ、じゃあ、ドーラのうちわを持ってる、頭にタオルを巻けてる方、お、はい、あ、いいですね、はい、どちらの方。